皆さん、こんにちは。軽流ナイフのことになるんですけども、まあ、キャンプで調理ナイフにももちろん使えるんですけど、私の場合は、うん、何かね、食材を切るだけだと、メインナイフで切ることが多いんですよね。まあ、こういったのを持ってってるんですけども、ねえ、 これがお気に入りの2本になるんですけども、バークリバーになるんで、うん、ちょっと値段もね、高い。今買いづらい。この小さいのが、リトルクリークっていうモデルになるんですけども、2.5インチブレードなんですよ。で、ブレードレングスが65ミリですね。 ものすごく軽いんですよね。ただこれでも必要最低限のものっていうのは切れるんですよ、この大きさでね。で、イワナの皮引きはちょっとできないですけど、うん、3枚おろしにね、するときはね、これが一番ね、おろしやすいと思いますね。あの、私の場合は背骨を中心にして、 片方ずつ、あの、下ろしていくんですよね。そうすると骨の、骨に身がね、残るのが少ないんですよね。で、これでもいけますね。去年使った、今年まだ使ってないんですけど、ちょっとお店できてないんですけどもね。で、こちらがフルサイズですよね。バードトラウト。 まあ今はもういい鋼材が出てるんで、あれなんですけども、S35VN。まあ全てにおいて、これぐらいのね、サイズの方が、まあ万能なんですよね。まあ持ちやすいしね。まあこちらの方が、リトルクリークよりはいいと思いますね。 ブレードがね、これ実寸で 93mm でカッティングエッジが9 0ミリぐらいなんのかな。うん。90mm ね、あればね、8センチあれば、イワナの大体2 0ンチから2 5ンチぐらいのサイズであれば、あのー、皮引きはできるんで。まあ、他のもね、使おうかなと思うと、結局これを使うことが多いんですよね。 ただね、水回りでね、少しもうスケール見えるかなこの辺とかも少し剥がれてきてるのは剥がれてきてるんですよ。あんまり気にしてないといえば気にしないんですけど、うん。これカーリーメープル、まあそんなスタンダードなね、木で、高級ではないんですけど、<laughs> うん、綺麗な木目なんですよね。 水回りでね使う時はピンもねあまりスタンダードの方がいいと思いますねあのモザイクピンでも真鍮とか入ってると真鍮やっぱ錆びやすいんでね水つけとくと錆びますね、まあ、帰ってきてから手入れすればいいんですけど、まあ、気になる方はですね、まあ、人工材のねマイカルタとか G10 とかの方がいいと思うんですけど でもまあ、木を使いたくなりますよね。でね、皮引きのアングルだと、こういう感じなんですよね。ただピタッと置くだけで大丈夫ですね。まあ、全部ね、皮引きするときはまな板の端っこに乗せないと浮いちゃうんでね、こうやるとね。皮に残らなくするためには、 まな板の端ですね端をこう使うような感じでやるといいと思いますで切るのも、まあ、こういうアングルですよねこういうアングルねまあ包丁とはもちろん違うんですけどこれも、まあ、こういう感じの角度で切るようになるんですけども でね、ハンドルがいろんな角度で持ちやすいんですよね。まあ、これ3本で持つような感じなんですけども。これ4本指一応入るんですよ。ちょっと狭いですけどね。で、3本で持ってもいいし。ここに指が引っかかるんでね。で、下ろすときは、短く持ちますね。いつも多分こんな感じで持ってると思いますね。 これぐらいですね。うん。そうすると、まあ大体リトルクリークと同じぐらいの長さになると思うんですよ。まあどちらもやりやすいと言えばやりやすいんですけど。で、<laughs> 最初はねメインナイフを買ってて、こういう エアにするものっていうのはあまり持ってなかったといえば持ってなかったんですよねそれで最初ね今もう誰かに <laughs> 差し上げてしまったんですけどオピネルのこれナンバー8になるんですけどもこれも使ってましたねこれじゃなくてあのスタンダードの部なのでで オピネルのナンバー8も安い時に買うと1500円でね、買えるんで。で、木もねうん、ウッドは好きな方いると思うんですけども、私も好きなんですけども、結構ね、使ってると愛着が湧くんですよ。でね、やっぱりね、木は全ての木がそうだと思うんですけども、使って、 経年変化がやっぱり出てくるんで、育ちますよね。ちょっと今年はね、オピネルでもやろうかなと思ってるんでね。これまだ研いでないやつなんですけど、研いであるのがね、うちのが持ってるんで、あの、レースウッドの、ね、いいハンドルがね、これもいいハンドルなんですけどね、スネークウッドっていうハンドルになるんですけども。これもちょっと前にね、 Amazon で売ってたんですけどもね、もう今完売してしまったんですけど、で、今年限定のあの、木のハンドルも出てたんですけどで、今ね、国内にも入ってきてるんですよね。国内は限定130本だっていうことを言ってましたけど、まあ、私は多分ちょっと買わないですね。パームウッドっていうハンドル自体はものすごくいいハンドルなんですよ。 で、それも今国内で販売されてるんで、まあスタンダードのも1500円で販売されてるんで、ちょっとリンクを貼っとくんで、あの、気になる方はチェックしてみてください。で、これ、最初そう。で、今ね、もう、同じで、これはスパイダルコのパラミリタリー2になるんですけども、 スパイダルコのエンデューラとデリカ、定番のものになるんですけどもね。あの、使ってましたね。これなんかよりはね、ハーツも薄くて、うん、でもサイズ感はね、エンデューラとこれが同じぐらいなんですよね。よく比較されてるナイフになるんですけども。で、デリカとパラ3が同じぐらいのサイズ感になるんですよ。でね、デリカもブレードのね、レングスは結構あるんですけども、 ここをリカッソのがね、結構大きくて、カッティング、エッジはね、ちょっと短めなんですよね。あんまりリトルクリークと変わらない感じになるんですよね。で、まあ、これと同じような使い方ができますね。ただ、EDC みたいな感じで持つんであれば、うん、パラ3とかデリカの方が使いやすいのかなと思うんですけども、 まあ使い慣れるとね、こういうフルサイズの方が、うん、万能な感じがするんですよね。実際使いやすいですからね。で、フィンガーチョイルもついてるんでね、これも中指ここ引っ掛けて短く持ったりとかっていうのもできるんですよ。全然滑らないですからね。これもさばきやすいですね。 短く持ってですね。まあ、このまま持っててもいいんですけど、まあ、いろんなとこで持てる。いろんなとこでね、持ち替えられるっていうのが。でね、エンデューラーとデリカの方が、このハンドルもね、もっと薄いんですよ。それなんで、うん、もしかしたらもっと取り回しがよく感じるかもしれないですねで。これはね、カッティングエッジがちょうど8センチぐらいなんですよね。で、 これも皮引きはできますねこんな感じでねでもし渓流で皮引きをするんであればうんパラーうーんとパラ3ではなくてパラ2ですねでデリカじゃなくてエンデューラの方がいいですね皮引きをね皮をねは先に剥がしちゃう方っていうであればデリカとかパラ3とかでも今いいと思いますね 食材も長い方はね、ちょっと切りやすいかなと思うんですけど、これぐらいのサイズとかでも、うん、切れなくはないですね。慣れると。で、オピネルもね、8だと短いっていう方、いると思うんですよ。で、9とか10とか使ってる方ね、9センチから10センチぐらいがいいかなっていう方もいると思うんですけど。でね、エンデューラーはね、やっぱりね、 もう一回ね、ちょっと気になってるのが、それもスプリントランで出したやつなんで、今販売されたいんで、ちょっとまた友人に探してもらうか、また違うのが出るか、ちょっとね、どうしようかなと思ってるんですよね。エンデューラは、うん、何かいいのがありしたいねちょっと買おうかなと思ってるんですよ。で、あとね、モーラでね、 思い出したのはこれただのコンパニオンなんですよ。モーラもねフィッシングナイフっていうので出してるんですけどその時買わなかったんですよね。でね水とか手入れとかもね気になる方とかねこれシースー丸洗いとかもちろんできるんでモーラのフィッシングナイフの大きいのと小さいの小さいのがね9センチブレードなんですよそちらの方がいいと思いますね。 これがちょうど9センチブレードぐらいになるんですけども。で、コンパニオンのハンドルと同じになるんですよ。で、これはただのコンパニオンになるんですけども、これは結構思い出深くてね、ずっと、最近使ってないけど、取っとこうかなと思ってるんですよね。ちょっと、指紋がついてるからあれなんですけど、結構、ミラーに仕上がってるんですけども、これスカンジなのを、 自分でもうトップからね、遠いでフルハイトグラインドにしてるんですよね。で、コンベックスですね。これも使いやすい。スカンジのままだとちょっとやりづらいですね。厚さも2.5ミリあるんでね。食材やっぱり2ミリ以下とかの方が切りやすいと思います。まあ、ドロップポイントにも軽くしてるんですけども。これですね。最初結構使ってたんですよね。メインナイフをいろいろ うん買っていくうちに結構集まってでこれがうん、まあ、巻き割りもね一応できるけど他のものがね良すぎて、まあ、全然出番がないんでねなんとなくじゃこれ調理に使おうかななんて思ってあのフルハイトコンベックスにしましたでねここの形状がねこう丸くなってるからうーん 手にはまるっていうのかな。グーで握ってもいいしね。で、横握りでもいいし。で、指もこうやって引っかかるんで、岩の三枚折りするときなんかは、やりやすいですね。こういう感じでね。皮引きも、できますね。自然な感じでね、コンベックスだと置いて引くだけですね。これでもできるんですよね。ただ、 こういうことをする人もあまりいないと思うんでね、まあ、トップからねフルハイトでね、まあ、結構鋭いエッジをつけすぎると12-27は曲がるんでね極端にあんまり鋭いエッジをつけない方がいいと思います結構柔らかいんでね HRC これ多分567その辺だと思いますねでオピネルとスパイダーこれね を使っって切りり替えた理由にななるのがやっぱりこれなんですよねでそういうのを使ってていろいろ使ってみたいくなるのはなるんですけども当時やっぱ気になってたのがこれでそれで私をこれ譲ってもらったものになるんですよねでそのまあ渓流の 渓流釣りの話なんかしてたりとかちょっと釣りとかもちょうど始めた頃だったのかなうん、そんなその当時は何年も経ってないですね今でも釣り渓流釣り始めたのまだ5年ぐらいなのかな5年経つか経たないかかもしれないですねちょっとよく覚えてないんですけどもでこれラパラのフィレナイフになるんですけどもこれも国内で買えますね ね、一番まあ数年前の話になってしまうんですけどでも3000円ぐらいとかだったんだと思うんですよねもともとは2万高騰してメーカーの方でも、うん、これ今スーパーフレックスで29ユーロでしたねだから値段も結構上がってると思いますただバードトラウトに比べたらまだまだ全然安いんでね 国内でもね、もちろん買えるんですけども、5000円弱ぐらいだったと思いますね。これも概要欄にリンク貼っとくんで、気になる方はチェックしてみてください。ラパラ。でね、マルティーニの、これも,もちろんマルティーニで作ってるんですけども、マルティーニのは、ブラックコーティングされてないんですよね。 ただ国内で売ってるのは見たことがないんですよね。それも、マルティーニからね、昔買う、買った時、ちょっと記憶が曖昧なんですけど、もしかしたら今もなんですけど、150ユーロぐらい買うと、分ぐらい買うと、あそこ、ワールドワイドで送料無料だったんですよね、昔。で、その昔はね、マルティーニのナイフも何本か使ったことがあるんですよ。 で、ここ最近だと思うんですよね。まだ2、3年ぐらいしか経ってないと思うんですけど、フルタングとかもね、出し始めて、フルタングとか出す前だったんですけど、あそこのはね、ステンレスしか使ったことがないんですけど、420なんですよね。これも420です。で、ここに書いてあるのは、見えるかな。マルティーニフィンランド、ハン、 ハンドグラインドステンレススーパーフレックスって書いてあるんですけどもしなるのはものすごいですね見えて見えますよねしなるのねでこれもねただのバーチなんですけども、うん、結構愛着が湧くハンドルですねでねもしくはあのブラックコーティングされてない研ぐのとか好きな方はいいんですけど ブラックコーティング私のもそうだったんですけど乗っかっちゃうんですよねこれがでちょっと切れ味が悪いような感じが切れ味が悪いような感じがって悪いんですよ乗ってる場合はそれなんで、うん、もし売ってればねブラックコーティングされてないのを買った方がいいと思いますでこれもあまり鋭いエッジつけない方がいいと思いますね ハーツもね、1ミリないんですよね。0.8とか、そのぐらいだったような気がするんですけど。違うね、1ミリあるね。根元でね。1ミリはね、真ん中の辺だったかな。あ,あ、そうですね。真ん中の辺で0.86なんでね。まあ、1ミリですね。1ミリ以下。少しテーパーしてるんだね。 これも使いやすいですね。指もね、ここにかかるんでね。3本で。短くね、持てるようになってるのが使いやすいですね。これね、これは端でももちろんできるんですけど、このスーパーフレックスのやっぱすごいのはこうしなるんですよ。だからこういう真ん中のとこでも押し当ててやると皮が引けるんですよね。 真ん中でできるのは唯一これだけですね私は持っているものだとでこの420っていう鋼材は高度もね意外に低めで多分55とかそんなもんなんですよ研ぎやすいしねでタフネスもものすごくね高いのまあ高度が低い分柔らかいってことだと思うんですけど、まあ、刃こぼれとかする前に曲がりますね と、あとは、刃持ちがね、エッジリテンションがあまり良くないんですよね。まあ、調理とかね、木をですね、ひたすら削ってると結構なまると思いますね。で、腐食にも、ものすごく強いですね、420っていうのは。それでまあ、これを、これもね、なんかでね、 なんか最初2本買ったって言ってましたね。でも2本必要ないね、これはって言ってました。で、これと、この2本をね、じゃあ使ってみなさいよっていうことで譲ってもらって、で、バードトラウトよりこちらの方がいいっていうのは聞いてたんですよね。まあ好きか嫌いか。でもこれもいいナイフだと思うんですよ。ただ、バードトラウトも ちょっと前であれば3万以下で買えたと思うんですけど、今。まあ、3万以上しちゃうのかなうん。ちょっと何とも言えないですけどね。だから、もしね、最初始めるんであれば、これの方がいいと思いますね。今もまだ5000円以下で買えるし。で、オピネルのナンバーエイトであれば、1500円ですからね。 あと、これのフィッシングも3500円ぐらいだったと思いますね。このあたりが、うん、購入しやすいと思いますね。まあ、あとね、コインでもできるんですけど、これもね、国内で5000円だったんだよな、これ。ちょっと高いですよね。2000、3000円ぐらいだったと思うんですけどね。な、これも何年も前に買ったもんで、 当時買った3000円ぐらいいだったと思いますね千円しなかったと思うんだよなモーピネのナンバー8と大体同じですねこれも今ね、うん、一番最初私が紹介した時はまだ国内で販売されてなかったみたいなんですけど今はあの一応正規代理店みたいなんですけど国内で買えますねあとちょっと長くなってきちゃったんでね まとまりのない話かもしれないですけど、うん。これもね、かっこいいんですよね。この中では一番重い部類になるんですけど、好きですね、これね。ローンウルフ、ハーシー T2、SRTV ですね。 こフォーインチでこの中ではね多分このマルティーニとこれが同じかなブレードの長さはねちょっとね重いんだけどこれでもさばけますねこれでも短く持てるんですよねここにねフィンガーグループがあるんでおろす時はこういう感じですね これも皮引きできますね。このぐらいのね角度でね。好きなのをね、使ってやるんですけど、値段無制限であればね、何でも買えると思うんですけど、これはちょっとね、廃盤で出てないんですけども、あの、ハーシーのモデルっていうのは出てるんですけど、 300 400ドルぐらいいしたと思いますねスパルタンっていうメーカーからねこれと同じデザインのが出てるんですよ端デザインでまあこれですねまあこれも5000円ぐらいだったから、まあ、これでもいいと思うんですけどね、うん、ちょっと高い、まあ、私はその値段で買ってないから高く感じるだけなのかもしれないですけど この木もね、年々ね、味わい深くなってきてるんですけど、オリーブになるんですけども。これも420ですね。柔らかいですよ。あまりね、ストロップしすぎると、歯がすぐ丸くなっちゃうんで。で、ストロップするのも、番手高いので、だけでいいですね。ホワイト。ホワイトだけで。ホワイトかプレーンだけでいいと思います。 あの、トラブルがない場合はね、なるべくあんまりやらないようにしてるんですよね。12C27 も、ホワイトかプレーンでいいと思いますね。ブラックは使わないですね、この辺のものに関しては。うん、まあ、軽流ナイフだけどね、もちろん調理にもね、使えるし、あとは、 まあどんどん使い慣れると気に入ったもんであればいけるんでね。まあ、この辺がいいんじゃないのかなと思いますね。うん。これもね、早く再販してほしいんですけどね。なかなか出てこないですね。まあ、LMAX はね、もう廃盤だからね。出ないと思うんですけど。うん。 リトルクリークとバードトラウトは、うん、1本ずつね持っててもそれだけの価値はありますね私これもう1本買おうかなと思ってたけど結局こればっかりなんでねいいかななんて思ってるんですけどもではありがとうございましたまたよろしくお願いします